まは。こんばんは。久しぶりな気がする。ラジオ配信今からラーメン作ります。今仕事終わって帰ってきた。お疲れ。これはお疲れ。下北 FM ありがとうございました。最近夜中にラーメン食べるのハマってんよ。そう、ちゃんとちょっと考慮してね。高専の時みたいな。耳遠すぎたよね、私今日。ちゃんと健康に気使って野菜、鶏肉野菜醤油ラーメンにします。夜中ラーメンの美味しさはやばい。なんか私さ、今日さ映画のリハだったからさ、この私がさ8時とかに起きたのよ。めっちゃしんどいの今。めちゃくちゃしんどいのよ今。早起きするだけで体調悪くなるのやばくない？何があっても早起きだけはしたくない。なんか私毎日仕事16時とかからだったら絶対頑張れるわ。そう、ラーメン食べたの回すだから。ありそうだよね。16時から24時でいいよ私。全然いいわそれで。はじめまして。そう、醤油ラーメンだよ。何万回だって何って何千回だって何万、夜仕事遅くのは全然いい私。早いのだけが嫌やから。君に会いたい。もうどうにかなりそう。あったしょ。よいしょ。めっちゃ可愛い、ありがとう。嬉しい。あ、なんかそのさ、下北 FM でも言ったけど、4月から。ちゃんと配信します。じゃあ3月はね、なんとなくその配信1年ぐらい続けてきて、ちょっと休憩期間だというか。そう、
ご理解いただけると嬉しく思います。無理しないよ、全然無理しないためにちょっと休んだって感じもあるし、台本も読みながら。なんかね、聞いてほしい、そのこの話すればよかった。別に面白いわけじゃないけどさ、なんかあのさ、あの電気代がバカ高いのね私で。40アンペアにしてたからほんと1万4000円とかなったの。リサリサ前にアイドルしてました、してました。そう、それでなんかその、あ、今日あれですよね、高橋康隆さん、あれでしょ、あの下北 FM 見てくださった方だ。そう、それで、でもね、そう、でも15アンペアにしたんですよ、だから私。そしたらさ、AH、ごめん、おやすみ、もっと次は早い時間にするな、ごめんな、みんな、IH をさ、あの、出張力がさ、その、6ぐらいまで出せるやん、出せるのね。それがさ、4ぐらい出したらさ、あの、ブレーカー飛ぶのよ。やばくない？ブレーカー飛ぶの。やばいよね。エアコンとドライヤーもアウト。いや、他全部消して IH だけでやっても飛ぶの。おかしいよね、絶対。絶対おかしいよね。もう試したの、全部抜いて、エアコンも、あの、エアコンも乾燥機も、あの、やれ、全部。おかしくないの？マジ？そっか。ねえ、めっちゃさ神経使うなと思ったけど、15アンペアにしたらどれぐらいの電気代になるかをね、一回確認する。そう、一回確認して、あの、感動したら、あの、そのまま頑張ってみるけど、あの、全然そこまで変わんないなってなったら30とか20とか25とかにしたよね。一回ね、この15アンペアで頑張ったね、料金を見たいよね。そう、自分もなんかあんま使わんとこうって思えるやろうし。エアコンはね、つけられるのよね、暖房も。今もつけてるし、エアコンとその IH3、 出張力3はいける両方だからね。結構湯が沸騰するのをいつも待ってるんですよ最近。ゆっくりと。なんかさ、今回のさ映画はさ、なんか前は私すごい舞台っぽいって言われたのね。舞台っぽいから映像のお芝居にしてって、ね、あの、言ってくださってたんだけど、今回は逆にそれを意識しすぎてて、あの、芝居がちっちゃくなってるって、あの、言っていただいて、あの、なんかやっぱ、あ、でも監督さんでやっぱ変わるんだなってすごい思って、なんかいろいろあるんや、意見があるんやなと思って。そう、勉強になる、めちゃくちゃ。今回は本当に自分の芝居がやばいなって思う。なんか私、舞台はなんか、あ、やべえと思うんけど、本当に映像ってなると自分の芝居やべえってなる。きつい、下手だなっていつも思うわ。
むずいわマジで。だろうけどね。時間あるときカラオケ配信に行きますね。待ってます。ラーメンをすする音を聞きながら眠りにつき、ぜひあと15分後にはすすってると思うので頑張って起きててください。初見さんよろしくお願いします。数こなしていきたいね。そうだね。風の音マイク入ってる。あ、本当？やばい、聞きづらい。エアコンつけてるからかな。風量下げるわ。聞いて。ブレーカー落ちた。ブレーカー落ちた。でおかしくない？あのさ、風量下げたらさブレーカー落ちたんだけど、おかしくない？今風量マックスでさエアコンさつけてたの。だからさ風入るよって言ってくれたからさ、あの風量さ下げたのね、逆にね。風量下げたのね。そしたらブレーカー落ちるってやばくない？何事？マジ何事？何事？マジで。全然お湯沸騰してないやん。下げる瞬間に一瞬電流。こういうのって一番私が分からないといけないはずじゃない？そういうのって多分私が一番分かんないといけないやつだよね。私電気のこと1ミリも分かんねえから、マジ卒業しただけやる。15アンペアにしても月700円しか変わらない。なーにー、戻すわ。もうそんなすぐに秒で戻してやる。料金だけ？700円しか変わんないの？700円しか変わんないの？どんだけ使っても？やばくね？そんなん秒で戻してやる。悲しすぎるんだけど。私の我慢何？数日間の。まあ確かに節電意識は高まるよね。節電意識高まる。一回でもやり過ごしてみるわこれで。使えば減るね。節電やってみる。一回みんなに実証してみるね。アンペア下げてブレーカー落ちるのを気にしながら生活してみたら、何円落ちましたみたいな。最高何回も毎日のように落ちてるよ。毎日2、3回ぐらい落ちてるよ。
まずあのエアコンとあのドライヤー使ってたら絶対落ちるから、もう落ちるの落ちて当たり前みたいな気分になってる。電力会社を変える、そうねそうね、もう当たり前になってるから。今何ラーメン、醤油ラーメンだよ、当たり前だからマジで。当たり前なのよ。夜中にヒューズ落とすやつがいたんですよ。なーに、え、なんかさ、まだ未定なんだけど、え、もう本当にめっちゃ今迷ってる、いろいろ今ほとんど人生のね選択をね今すごい迫られてるのよ。この先どうしたらいいか分からん。まあ、自分来て、え、みんなはどうする？みんなが私だったら何する？みんなが今私の人生に変わるとしたら何する？メニュー、うん、じゃあ女優業しながらラップか、女優業しながらラップしてアイドル、二択。アンケート、体持たない気、うん、まあね、むずいなマジで。つか気持ちは大変かな。むずいね。いや、なくならないよルーム。一応確認した。でも1年でね、4700人くらいの人にフォローしてもらえて嬉しかったです。それも私はすごい。2頭追うものは、でもさ結局女優とラップやってる時点で2頭追ってるからね。そういったら3頭追っても変わらん。
桃色の片思い恋してる、まじまじと見つめてる、チラチラ種が生えば胸がキュルル、桃色の片思い。おやすみ。桃色片思い聞いてたらアイドルやりたくなるでもなんかさ、今しかできないことを全部詰め込んでやるの私大好きだからさ。おやすみ。いつも好きなんよそれが、やりたいこと全部やっちゃう。桃色片思い、まあ、いっぱいよく考えて、みんな意見、いろいろ意見あると思うし、女優だけをやってほしいって思ってくれてる人もいると思うし、逆にアイドルの姿もう一回見たいって思ってくれてる人もいるだろうし、みんなね、みんなの気持ちが一緒なわけじゃないから、でもやっぱ頑張ってる姿を見てほしいから、なんか今はまだ自分に今頑張ってる感がなくてさ、全然。そう、今全然自分が頑張ってるなって思えないの、今の自分をね。なんか AKB の時はなんかその高専に行ってたり、両方両立してやってるっていう、なんかその充実感とかもあったのよ。めっちゃ大変だったけど、でも両方頑張ろうって思ってたし、なんかそういう頑張ってたらいいことあるかなって思ってたし、今は頑張れてるなって思ってた時期だから。でも今はなんかそう、今の自分は別に何も頑張れてないのかなってすごい思うから、なんか頑張れることを増やしたい気持ちもあるんだよね。そういう姿をなんかぐじぐじ何もせずにさ、仕事も入らずにさ、ダラダラしてるとこをみんなに見せるよりさ、いろいろ自分でやりに行って、いっぱいいろんなところに出てる姿みたいなのも見せたいなってすごい思うんだよな。元々アイドルだよ。あとなんかやっぱさ、なんかさアイドルであったらみんなが離れないかなとか思っちゃう思っちゃうよね、それはマジで。そうじゃない人もいると思うけどさ。あ、てかさ、みんなに聞きたかったんだけどさ、おしめです、ありがとう。あのさ、誕生日の歌歌ってくれたじゃん。あれってさ、リツイートとかさ、インスタのさ、あのストーリーとかに載せていいの？めっちゃ嬉しかったからさ。でもこれ拡散していいんかな、恥ずかしい、どうなんやろうってめっちゃ思ってさ。そう、木のじいさんが送ってくれたやつ、みんながいいならなんかストーリーとかで私のメンションしてくれたら、そのままさメンションしてストーリーとか載せたいんだけどさ、みんなに聞いといて誰かで、OK だったらあのストーリーでメンションして。そろそろ沸騰したかな。うん、全 OK だったら誰かがインスタでメンションしてちょ。桃色の片思い、もし桃色の片思い病になってる今。あ、沸騰してる。ラーメンタイム来るぞ。
なんかさ、桃色のさ、片思いをさ、ステージで歌ってみたいっていう願望が今めっちゃあんの。でもワンチャンさ、ラッパーとしてさ、ライブできるようにしてさ、後半30分アイドルステージにしちゃうとこもありじゃない？それもめっちゃありだなって思っちゃうんだよね。それでなんかアイドル欲を満たすっていう、それもめっちゃありやなって思う。後半30分アイドル愛理ちゃんに変身みたいな、それ超楽しそう。使用楽曲も許可取ってさ、ちゃんと。だってさ、アイドルさん生誕祭で好きな曲とかもやってるもんね、普通の他のグループの曲さんとか。曲さんって何、もう私何でもさんつければいいと思ってる。曲さんってなんだよ。もうさ、何でもさんつけたらいいと思ってるもん私。曲さんって言い出した。いろんな意見があるのは承知なんだよね、ほんと。決められなくて、もう占いとか行ってこうから、もうもはや。もう明日占い行こうからもう。行こう、私明日占い。もう占いに決めてもらいたいもん。うん、それぐらいもう決められない、自分じゃ。でもな、なんかまたそれもラップもないがしろになりそうなんだよな。でも私なんか地味に忙しくないと頑張れない人なんだよな。もうなんかこれ本当に誰かも言ってたんだけど、この間なんかちょいちょいがっつり結構割と忙しすぎないほどに予定があった時の方が頑張れるんだって、マジで。それを思ってる。隣の部屋の人が何か物を落としました。それはマジこの1年でめっちゃ実感したね。やっぱ女優業ってさ、受かるまで待ちだしさ、ずっと。それをね、地道にやっていくのが大事なんだと思うんだけど、適度に両方が一番いいと思うよ私は。ラブ涙色聞いてみるな。スケンさん、こんにちは。わかんない、ごめんね、ほんとこんなフラフラしてる女で。でも頑張りたいって、この世界で頑張りたいって気持ちだけは本当なんだよ。本当にだからこんなに悩んだり落ち込んだりしちゃうんだよね、迷っちゃったり。でもね、等身大でね、悩んでるとこも見せたいんだよね。きっとみんなもそうだと思うから。うん、それでどうなっていくとことかもさ、みんなにさ、バレバレでさ、それぐらいでいいよ。これでもう一回、今すごく悩んでるだろう。うん、そうです。こんにちは。すんごく悩んでるよ今。小さい箱で遠くからアイドルまでやる、いいね。桃色の片思い、推しが武道館行ったら死ぬとかもめっちゃいいよね、マジ。チラチラで、なんか2年後とか25とかになっちゃった時にアイドルやればよかったなって思うのがめっちゃ嫌じゃない？
しかできないことではあるんだよな。私は完全燃焼してやめたわけではないからね、完全に完全に2回使う。そうそう、だからなんか変に未練とかもあるんだろうな。よいしょ。いただきます。おいしいラーメンできたよ。でもなんかね、キャベツ入れてるんだけどさ、キャベツとラーメンって全然合わないんだよ。知ってた？いただきます。なんかね、あって感じの味。あってなる。いただきます。あ、キャベツだみたいな。あ、キャベツかみたいな。出るメンバーすごいってどういうこと？うん、馴染まないまでだ。私のすする音で寝落ちするって言った人は寝ちゃったのかな。うん、早起きしたら口内炎もできた。うん、だってさ、朝にはなかったけど夕方にはあったんだもん。めちゃくちゃ夜行性ないよきっと私。でもね、朝歩いた、外歩いた時ね、気持ちよかったんだよね。けんさん、こんにちは。鶏肉が美味しい。うん、マジ鶏肉美味しい。ラーメン醤油です。普
通に鶏チャーシューじゃなくてね、鶏肉ぶち込んでるの。ラーメンすすれな人ってどうやって食べるの？どうやって食べるんだ。キャベツまずっ。丸めて飲み込む？ちょっとやってみるわ。無理だ。無理だった。無理だったわ。普通に無理やった。みたいに麺をくるくるフォークとスプーンで食べればいいってこと？それならできるかも。あー、でも外国の方もさ、パスタとか食べるっしょ。あ、パスタはでもくるくるってしてパクって食べるもんね。私もそう食べるわ。すするから美味しいやんね、ラーメンなんて。スープを吸い込む要領でいけないのかな。すするのって下品なん。やば、どうしよう。あ、外国でってことか。そんなん言われたらさ、あのさ、カップラーメン手に持ってさ、アメリカとかでさ、片手にずっとすすっときたくなるわ。誰かの目見ながら。ヨーロッパ行って、あのひたすらインスタントラーメンすすりに行く旅し絶対するわ、死ぬまで。ジャパニーズカルチャーって叫びながら。でもさ、死ぬまでに一回寄港したいじゃん。まあでも確かに私たちもさ、ご飯カレー手で食べるかって言われたら食べれないもんね。気持ちが分かったわ。
うん、手でご飯は食えない、食えない、熱いから。食えんことはないが熱いから。うん、お寿司は手で食べれるね。お寿司手で食べれるんだったらそうめんも手で食べれそう。スパゲッティ食べるのスプーンに1日。あー、私やっちゃうわ。でもスパゲッティってさ、あのドロドロしとるやん、吸ったらさ口の周りがドロドロになるやん。だからスプーンにのせてくるくるして食べたいん。あとスプーンにのせてさ、くるくるさしたらさ具と一緒に食べれるじゃん。なるほどね。あ、くるくるくるパクか、くるくるくるパクか、くるくるくるパクね。なるほどね、うまいんだろうね、あのフォークの使い方が。でもこのコース料理とか行ったらさ、パスタ出てくるときさ、あのスプーンついてるよね、左に。めったに行けないけどさ、私コース料理めっちゃ好きでさ、遊園地に行く気分で好きなのよ。半年に1回とかだけどさ。ランチとかだと安いから絶対ランチで行くんだけど、コース料理がめちゃくちゃ好きで、なんかちょっとずつ出てくる感じとかも楽しいし、なんか見た目が綺麗なさ料理とかがいっぱい出てくるじゃん。なんかこういう発想あるんだみたいな、そういうの楽しい。ちゃんと外から使ってるよ。コース料理はね、たまにめっちゃ量多いところある。一回ね、ランチで行ったとこめっちゃ量多くて食べきれなかった。でも大体ちょうどよかったりするよね。量多いコース料理はあのメインに来る前にあの果ててしまう。一番楽しみなメインの前で苦しんでしまう。おすすめのコース料理屋さん東京にあったら教えてください。
外側から使うんじゃないの？魚がメインなことって結構少ないんじゃないかな。なんか一気に元気出たわ、ラーメン食べたら。デザートだ。そうだ、あ、デザートだデザートない、今日は。あの、歌舞伎揚げならある。いただきます、デザートでもな、何を落とした。あ、そう、 This for you 5月3日決まりました。4月も本当あるんですけど、まだ告知がされてなくて、もう5月3日よりタイトなスケジュールになると思うので、なかなか来れないと思うんですけど、5月3日よかったら待ってます。舞台はね、ちょっとまだね、本当にやるかは分かんない。いや、私も発表したいのよ、ごめんよ、本当に。うん、あるかも。まだ未定なんだよね。そう、4月のやつは中継があると思うので、お家から応援してくださることも可能です。いろいろどうしようかな。いっぱいいろいろ考えてみます。ファイト、ありがとう。お付き合いありがとうございました。ラーメン美味しかったです。明日ね、私おもろいのよ。明後日さ、結構遠くのところにさ、仕事の予定があってさ、起きれる自信ないからさ、近くにホテル取ったのマジ最近起きれなくてさ、それでめっちゃ不安になっちゃうからさ、まあどこの予定だったかは後でもすぐ教えるけどさ、いや本当に自信なくて、もう今自信ないから多少のコストはしょうがない、遅れる方がダメだと思って近くにね。そうだからね、まあホテル暮らしもホテル楽しいしありかなと思って。低血圧どうなんだろうね、だいぶ起きれない私マジ。そうね、ホテルから明日は配信しまーしょ。またベッドの上でジャンプするわランキング見ます。13位タロイモさんありがとう。12位ゆずきちさんありがとう。11位、あ、今日読める人いないよな。11位、ちょ
超アバターのクラゲが可愛いさん11位超アバターが可愛いクラゲさんありがとう。10位ヨッチさんありがとう。9位クボズンさんありがとう。8位マボロスさんありがとう。7位イツツさんありがとう。6位醤油さんありがとう。5位韓国ペンギンさんありがとう。4位662BPM さんありがとう。3位グアパートグマニアさんありがとう。2位アイリスセンさんありがとう。1位海さんありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございました。また明日ね。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。バイビー。バイビー。